プロガーさんめっさうまいわ。どうもこんにちは、武田バーベキューです。いや風も気持ちよくて日差しもよくて、ちょっとお天道様に一言言わせてもらいます。ナイスバーベ。さあというわけで始まりました、ブロガーさんめっさうまいわ。このコーナーですね、大阪のグルメブロガーさんがおすすめするお店に私武田バーベキューが訪れ、そのお店の美味しさを紹介するというコーナーとなっております。今回も情報いただいております。今回はですね、畑の声聞いて背筋シャントさんから情報いただいておりますので、早速調査に行ってきます。今回調査するお店は豊中市南桜塚にありますなごみダイニング魚政。紹介するおすすめのメニューはなごみ膳。さあ来ました、なごみ膳。これもう目で美味しそう。こんななんか豪華なん、いいですね。季節のものが載ってると聞いたんですけども、はい、今一番おすすめの食べ物って言ったらどれになるんですか？5月なんでやっぱりその右奥のちまき寿司ですね。ちまき、いいですね。5月といったらエビのお寿司ですね。うわ、お米に何が入ってるんですかね。そう、刻んだ木の芽を混ぜています。上品で、ありがとうございます。いただきます。木の芽の香りがふわっと口の中広がって、はい、めっさ美味しいです。ありがとうございます。他におすすめってありますか？今からが、はい、鴨が美味しくなってくる時期です。うわ、見てください、これプルンプルンですよ、これ。うわ、この歯ごたえですよ。このハモなんかね、はい、この今からのシーズン、はい、すごく出ると思うんですけども、はい、こういったこの御膳も、はい、その季節によっていろいろ変わったり、日によって変わったりするんですか？そうですね、季節、仕入れによって、はい、毎日中身は変わってます。あ、毎日変わることもあるんですね、はいはい。もうちなみに定番のこれは変わらずありますよっていうのもあるんですか？こちらの肉のしぐれになります。しぐれにですか、はい、これはご飯といくでしょう。いただきます。うわ、甘辛さがちょうどよくて、この生姜がよく効いてて、もうご飯が進みます。めっちゃうまい。こちらの牛しぐれなんですけども、はい、こだわりなんかあるんですか？そうですね、うちは和牛を使ったしぐれになってます。おお、和牛で毎日手作りで、はい、そうです、手作りで。それを聞いてから食べるこの牛しぐれ、柔らかいです、本当に肉がほどけるというか。これはやっぱり人気なんじゃないですか？そうですね、あのお持ち帰りとかでもよくされます。お持ち帰りもあるんですね、はい。このお店はもうここでできて何年目とかなんですか？そうですね、この地域で28年間やらせてもらってます。28年間、じゃあ地元の皆様に愛されてるっていう感じなんですかね？そうですね、ありがとうございます。僕このお膳をいただいたんですけども、はい、他にもどういったこだわりというか、はい、このお店のこのメニューを食べてくれみたいな。お昼はあのリーズナブルにありまして、はい、女性の方が8割9割、8割9割女性の方なんですね。はい、女性の方で、そうなんです。で、夜はお酒もいろいろこだわっておいてますんで、はいはいはい、それに合わせて一品を食べていただいて。そうなんですね、はい、仕出しなんかもやってるって聞いてます。はい、そうですね、はい、観光の総菜やってます。その仕出しのお弁当やそういうのにもこだわりの季節の食材なんかが使われていたり。そうですね、はい。なるほど。僕先ほどハモをいただいたんですけども、はい、ハモ他にどういった食べ方があるんですかね？うちはおすすめしているのはハモしゃぶです。ハモしゃぶ、はい、どういう風にいただくんですか？お鍋にハモのアラで取ったお出汁で、ハモをくぐらせてもらって食べていただくです。ハモのアラで取ったお出汁でハモをくぐらして、はい、なるほど。いや、これは美味しそうですね。それいつの時期まで食べれるとかあるんですか？そうですね、秋頃までやってますんで。なるほど、はい。畑さんは4年前にこちらに戻ってきたということなんですけども、はい、それまではどちらの方で？それまでは3年間灘満の方で修行させていただきました。そうなんですね、はい。でこちらに戻ってきて、はい、お父さんと一緒に厨房に立ってるわけじゃないですか、はい、どうですかその雰囲気というか。そうですね、まだまだ厳しいですね、やっぱり。なるほど、はい、やっぱりちょっとお父さんの背中偉大というか、まだ遠い存在なんですかね。そうですね、はい、まだまだ遠いです。
るほど。いやでも本当にこの魚政さん、家族でやられてまして、アットホームな雰囲気は本当に味にも出ておりまして、こちらの名古屋膳を皆様この魚政さんに食べに来てください。いや美味しいです。ありがとうございます。いやーめっさうまかった。魚政さんの名古屋膳、あのね、ハモがこれからのシーズンめちゃめちゃ美味しいらしいので、ぜひともそれをね食べてもらいたいのと、牛のしぐれ煮、あれがね本当にね和牛を使ってるんで口の中でほどけるんですよ。あれをこうご飯と一緒にガッとね食べてもらいたいなと思います。あと大将がねまた面白い人なんで、カウンターでこうね一緒にご飯食べながら喋るっていうのもね楽しみの一つとして食べてみてください。さあ今回ご紹介したお店はですね、シティライフのホームページか武田バーベキューのブログ、もしくは畑の声聞いて背筋ちゃんとさんのブログにて詳しく載っておりますので、ぜひともそちらの方をご覧になってください。いやー今日もめっさうまかったな。上品ですね。ハモです ね、やっぱりこれからは、ね、やっぱり季節のものをちょこちょこいただけるというね、最高の贅沢ですよ、でもまあ息子さんもね、うん、お若いのにしっかりして近所のおばちゃんみたいしっかりしてやっぱ7番で修行すると、ね、そう礼儀みたいなの叩き込まれるのかな、うちのバーベキューのやらい本当にもっといろんなものを作ってください。肉のしぐれしぐれや言うて肉ばっかり食べてたら季節のものをいろんな、そうですよ、まあ、肉が美味しいのも分かるけ ど、この時期ハモです。ハモちょっとハモ早すぎたかな、武田君はね豊中市南桜塚にあります名古屋ダイニング魚政というところです。名古屋膳ね、はい、ぜひ召し上がってみてください。